のりさん、お疲れ様です。お疲れ様です。最近はですね、世の中的になんか物不足、はい、原材料がどんどん高騰していて、そうでそれすね。で製品単価が上がってきてるみたいな傾向がありますよね、今ね。そもそもコロナに突入した時にはやはり物不足が走って、社会情勢的に今ね、やっぱり火花が散ってることもあって、足りないもの、原材料のね、レアメタルとか、本当にシンプルな電子部品とかがなかったりする影響が回り回ってみたいなことがあるんですよね。高度なIC とかではなくて、本当に科学と実験で使うような小さなやつっていうのが、もう先進国では逆に作ってなくて、中国とか東南アジアとかで作ってるものが、そういうものが逆に動かないっていうような事象もあって、1個でも部品がないとね、物って組み立てられないので、いや、そんなとこっていうようなことがやっぱり、ね、起こってますよね。まあ僕も結構アメリカ圏ハワイに長期滞在してますけど、やっぱ物価が値上がりっていうのは全部に関係してますよね、本当ね。いろんなものが値上がってますよ、やっぱりね、今。物が少なくなれば、高い値段をつけた人の方に物が流れるっていうのは、もう世の必然なので、やはりですね、淡々とはやっていくんだけど、多少ね、やっぱそういうとこ意識して今取り組んでるとこありますよね。コロナの問題もあるんだと思うんですけど、港が動かないとか、ああ、港ね。船が確保できない、物を運べない。で、航空機の方が、改善してきてますけど、人と一緒に貨物っていうのは飛んでたので、人が飛ばない分の、貨物もだから行かないっていうような、シンプルに本当届かない、ね、遅れるってことっていうのは、物を動かす面と部材の高騰、不足っていう両面でね、来てますよね。年末商戦の時でも似たような話をしたんですけど、その状況を見据えた時に、じゃあどうするっていうと、やはりね、早めの手当ですよね。日本ってすごい優しいので、発注書の順番でちゃんと出荷してくれるので、やっぱりそこをね、しっかり見据えて、大きくね、物を持っとこうってことでは、現状ね、お勧めしないんですけど、やはり早く動くっていうことが大事かな。しっかりね、売り上げを作るっていう上では大事かなっていうのは今タイミングですね。ね、やっぱり物不足の時って、ある程度の、たくさん在庫を持つってスキルではないですけど、プロ意識はね。それともやっぱりある程度の需要予測ができていくと、無駄のないね、仕入れができますよね。初めて1年経過してない方にそれを要求するのは逆に良くないとは思ってるんですけど、1期2期の方なんかはね、3シーズン4シーズンってやってきてる中で、需要予測をしながら少しだけね、強めに発注してみるっていうのも、できるはずなので、そこがね、やっぱりプロとしての差になってくるかなと思うので、ここはね、もうやっぱり早く始めた人の方が間違いなく有利なので。あとはほら、ロイ式ね、うちも弟にやってもらって分かりますけど、銀行融資にすごい有利で、ロイ式の取り組んでるものをそのまま決算書にして銀行に提出するだけで、どんどんお金貸してくれるんですよね。銀行融資、全くね、金利っていうのは安いんで、今は、逆に言うと。年間借りても1%ぐらいしかね、払う必要ないんで。で、そうすると、例えば普通の人っていうのはビジネスやるときに、法人の利益、個人所得の利益、個人所得の給与か。で、どちらにしても税引き後、何十パーセントか払った後のお金でなんか勝負するんですよね。でも、このロイ式の場合のっていうのは、例えば在庫を持つことになったとしても、じゃあ普通の人たちがなんかビジネスを行うときには30%とか40%とか払った後のお金でやるのに、ロイ式の場合は銀行融資そのまま出るんで、1%の金利分だけで、ね、30%、40%対1%って、こう全然お金の価値が違うっていうか、それいいんですよね、実はね。ロイ式によるこのお金っていうのはね。じゃあ、そのお金の一部を使って、とはいっても、何千万なんか使うこと絶対ないんで、1000万マックスでも、どんなにね、売り上げやってる人でも、ぐらいの資金量しか使わないんでね。でも、実は銀行からは何千万もね、借りられちゃうんでね、その一部を在庫にして、流用とかができてる状態だと、もうチャンスロスがなくなる。さらには売上利益がすごい安定してくるっていうね。で、さらには、世の中の人たちはそういうことできない、知らない人たちっていうのは、普通に勝負してるから、そういう人たちに品不足の時代に勝てるようになるっていうね、この人に逆に。トータルで見ても、やっぱりね、
素晴らしいこのスキームだなと思いますよね、そういう意味だとね。なので、実際にね、その先ほど言ったように多めに物を仕入れるかどうかは別としてね、まあ、そういうストーリーの状況であるっていうことを理解した上で、金融機関にね対応するときにこういう状況でこういうふうにするとっていうことを、先ほどのねサプライチェーンの話とかを入れてやっていけばね、すごく納得性もね高い話、まあ、事実ですし、普通のビジネスなんですけどね、軸がしっかりしてるといろんなことがやっぱり対応しやすくなるので、まあ、早めにそういうね軸をちゃんとやっぱりやってる人の方がいいですよね。こういうね総合的な知識もあると、やっぱりいかなる時代にもねちゃんと物販として安定して商売できるようになりますもんね、やっぱりね。売上だけを追ってるわけじゃないので、そこだけ見てるとね危険なことも多いので、はいはい、トータルな実力をつけていただきたいなと思ってます。まあ、それが本当にロイ式から始めてね、まさにこれは物販大富豪から教わった戦略術通りの戦略術、どんな時でも必ず生き残れる戦略術っていうのを構築できますんでね、まずはロイ式のこの王道的な物販ビジネスでしっかりと売上利益を上げられるようになると、その後は絶対に沈まない、はい、そういうビジネスモデルがね構築できますんで、ぜひ挑戦してもらいたいなと思いますよね、はい、ということで、まあ、引き続き今はね第4期生の募集がスタートしましたんで、本当にこれは年間1回のタイミングでしかね募集ができない形になっていて、今年はだいたい5月頃でプログラムスタートですよね。そうですね、そのタイミングで、まあ、オフの世界中心にね活動をしますんで、ちゃんと参加校に出席してればしっかりと01になって稼げるようになる、それはもう間違いないことっていうのはね、はい、生から短期生までの結果でも分かってますんでね、来ていただければ必ず稼げますよっていうねプログラムになってますんで、ぜひ挑戦してもらいたいなというふうに思います。お待ちしてます。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。